た、メルボルン。これルイ・ヴィトン、おしゃれ。かなり過酷な寝床探しでした。辛いことが起きた後は必ずいいことが起きるな。さあ、着いた着いた着いた、ビクトリア国立美術館。Oh, back. Out of Japan. Out of Japan. Way. お札。ピカチュウ。すげえこれ。金箔の原付や。一面に絵は。なんかこういう絵サイゼリアにある。よし、美術館堪能した。いやー、久しぶりやな。何年ぶり？7年とかそんなんやな。なんかコーヒーでも吸ってか、メッシとも食った。え、メッシ？メッシは今朝なんかくれた。今は腹とか減ってへんの？めっちゃ減ってるよ。なんか食う。ちょっと待って、俺奢ってもらっていいですか？いや、いいよ。やった。何食いたいのかある？へー、なんかさ、サイゼ的なやつで。サイゼ的なやつ分からんけど、安くて量多いみたいな。あ、ちょっと俺さ、行ってみたいベトナム料理屋に。あ、全然行きたい。楽しかった。結構いるやん。ほんまやな。イエーイ、すげーな。ちょっとそっちから取ってくれ。どうかな。いいね。うわ、うま。緊張とかせえへんかった？来る前とかさ、怖いなみたいな。ワクワクの方が勝つ。そっか、すげえな、気合が。ほんま？みんな言うやん、海外は固定観念ないじゃないけど。はいはい。あー、ちょっと違うてた、日本。その時にもドレッドヘアのヒップホップシンガーみたいな人おってんけど、日本やったらどうかしてるやん、あいつみたいな目線が強いやんか。こっちやったら振り切ってる方かっこよくないみたいな。なるほどね。個性的はかっこいいんだよね。そうやな、そういう雰囲気してるんや。それってすげえなと思って。ごちそうさまでした。まだ、じゃあ日本で。うん、また日本で。ありがとう。ありがとう。高校の時の同級生なっちゃんに会えた、よかった。めっちゃ食べたな。メルボルンは確かに公園で野宿してるホームレスを今んところ見てへんな。Thank you. ポリスとおてんのに普通にマリファナとか注意せへんの。Kind. Thank you.あのおっちゃんがタバコ欲しがってたからな、タバコをゲットしてあのおっちゃんに届けようと思います。Excuse me, can I have one cigar? Ah, okay. Sorry, can I have one cigar? Yeah, thank you. Excuse me, can I have one cigar? Oh, I just want one. I'm so sorry. Thank you very much. SorryCan I have one cigarette? They don't mind, mate. Ah, okay. What? Buy one. Let's go. Come on. What?ゲームバーなんかちょっと危なそうやったな。Sorry, excuse me. Can I have one cigarette?Thank you very much. 1本ゲットした。3本ぐらいゲットしたかったけどな。オーストラリアタバコ高いからな。これ1本で1ドルぐらいすんのかな。1箱が20ドルとかだから、とりあえずこれをあのおっちゃんに届けてお礼を言う。はい、 You give me sandwich and pizza for you. Thank you. Sleep up at 69 Bird Street. Oh, okay. Can I enter? Yeah, yeah. Really? All right. Thank you. Alright, man. Alright, take care. Bye. Bye.
69なんたらストリート、そこで結構ホームレスの人たちが寝泊まりしてるらしくて、毎朝モーニングも食べれるし、トイレもあるし、シャワーもあるしって言ってた。今までの都市そんなんなかったね。ここでみんな寝泊まりしてるってどんなんのやろ。ここや、すげえ。6時やね。さあ、じゃあ今日はミッション遂行したいと思います。まず必要な道具を用意せなあかんねんけど、行きたいお店は事務用品店、200ドルに変えたいと思います。クラウドファンディング、これはきついかもしれん。売り切れるまで帰られへんねん。